ゆっくり魔理沙だぜ。ゆっくり霊夢です。前回のポンコツ戦車も傑作で面白かったわね。まさか人類があんなヘンテコな戦車を開発してたとは。兵器開発ってのは失敗と成功の繰り返しだからな。初期段階で色々と失敗を繰り返したからこそ、現代に残る戦車たちは、最高の性能と技術を兼ね備えることに成功したとも言える。現代の戦車なんかめちゃくちゃ最適化されていて、秒速2000メートルで砲撃するための手法のほか、人間なしで作戦を自動遂行してくれる AI とか、そんなのもあったりするんだぜ。AI、まさか戦車にまで搭載されるなんて。まあそうか、以前無人戦闘機の動画も出てたし、もしかしたら兵器が勝手に戦うだけの無人戦争なんてのも、将来的にはあるのかしらね。確かにあるかもしれないな。特に戦車というジャンルではこの2020年、2021年にかけて、各国が新型の戦車の開発に乗り出したという、そんな発表がなされていたりもするんだぜ。今までにない新しい戦車の到来も間近かもな。ということで今回は、現代最強の戦車5000、これを解説していこうと思うぜ。日本の重式戦車とか強いって言われてるわよね。5000に入ってるのかしら。それでは皆様、ゆっくりしていってね。それでは一つ目の紹介だ。一つ目はあのイスラエルが開発した最新型戦車、メルカバマーク4だぜ。お、あのイスラエルさんですね。現代最高の軍事技術を持つ国とも言われてるし、これは大きな期待ができるわね。それはもちろん、あのイスラエルだからな。イスラエルという国は他の動画でも何度か取り上げているが、人類の歴史の中でも特に戦争が多かったし、人口も少ないかつ未だに周囲に敵対国が多いため、18歳以上の男女には兵役義務が課されるんだ。だからこそイスラエルの軍事には、国家最高の知能と技術が集約されるようにもなってるわけだ。最強の兵器が生まれるという意味ではかっこいいけど、なんともまあ悩ましい問題でもあるわよね。そんなイスラエルがその技術を集約させて作った戦車が、メルカバと呼ばれる戦車だな。メルカバとはヒブライ語で、神の戦車、を意味するんだが、実はこの戦車は世界中のどの戦車とも違う、驚愕の構造を有しているんだぜ。ほうほう、驚愕の構造と、一体どんな構造というのかしら。メルカバはエンジン部分が車体の前方にあり、人が搭乗するコックピットが戦車の後方部にあるんだ。この構造は他の戦車には見られない設計なんだぜ。はぁ、それだけ、エンジンとコックピットの行き換えたらなんかいいことあんの。この構造の違いは極めて重要だ。普通の戦車は前方がコックピットで後方がエンジンなわけだが、これって例えば前方から戦車が襲撃された時、コックピット部分だけが砲撃の被害を受け、戦車のエンジン部は無事だった、なんてこともよくある。つまり、搭乗する人ではなく戦車優位の設計になってるわけだ。人は困ってか、恐ろしすぎる話やでー。だが、イスラエルの戦車は違う。エンジンが前方にあり、コックピットは後部にある。これは例えば敵の砲弾による被害を受けた際、エンジン部分が一番被弾しやすく、エンジンが被弾すれば戦車が動かなくなる可能性も高い。だけど搭乗する操縦士は戦車自体を盾にすることで、戦場から離脱することが可能になる。この戦車はイスラエルが意図的に、人の命を守ること、を第一の目的に設計した戦車ってことだ。イスラエルさん、その設計思想に惚れてしまいそう。まあそうあって叱るべきって気もするけどな。人口が少なく戦争が多いイスラエルだからこそ、兵器開発の思想自体が、人の命を第一に考えているわけだ。そういう意味では最強ってよりかは、最良の戦車って感じかもね。いや、最強と呼ぶに十分な能力を持つぞ。メルカバの最新版マーク4にはもちろん最新技術が搭載されてるぜ。エンジンはドイツの MTU が開発した、MTU883 水冷ディーゼルエンジン。これは現代最高の戦車用ディーゼルエンジンと呼ばれており、それまで不安が持たれていたメルカバの馬力を、世界最高水準のレベルにまで引き上げることに。搭載されているミサイルは国産最新モデルのラハと、レーザー誘導式の対戦車&対戦闘ヘリ用ミサイルだ。戦車が苦手とする上空からの攻撃にも万全ってことだ。その他にも対人用ソルタム 60mm 迫撃砲。もちろんこれは市街地戦では絶大な威力を発揮するし、敵ミサイルの接近を感知する最新型防護システムも完備。いろいろ最新すぎて紹介しきれないんだが、あらゆる部分でイスラエル軍の英知が詰め込まれてるんだ。聞いてるだけでヤバそうな匂いがプンプンするわね。さすがイスラエルさんやで。さらに付け加えておくとイスラエル軍は2020年頃より、超最新型戦車のメルカバマーク4バラクの運用試験を開始した。
こいつはガチで最新技術を詰め込みまくってるんだ。まずは VR ヘッドセットと5つの大型ディスプレイの搭載。このおかげで戦車の全方位360度を視界に捉えられるようになり、タッチパネル式の大型ディスプレイのおかげで、戦車の操作性も大幅に向上しているんだ。さらにヤバいのは最新型 AI の搭載だ。この AI は各戦車他イスラエル軍の各種ネットワークを駆使し、最適な進軍経路、攻撃目標、味方軍との連携を提案する、恐るべき能力を有している。この技術のおかげで通常は3人の搭乗が必要なところ、1人分の労力を AI に代用させ、人員の削減に成功しているんだ。AI とか VR とか、まさに最新技術の結晶って感じね。まあ使われないことに越したことはないけど、どちらにしろ、人の命を一番に考え、人の労力も最大限に削ろうとしてるってのが、まさにイスラエルっぽい兵器って感じでかっこいいわよね。さ、それでは2つ目の紹介だ。二つ目はアメリカ軍の主力戦車、M1A2 エイブラムスだぜ。軍事大国アメリカさんの主力なら世界代表みたいなもんね。これは期待しかないわ。実際、アメリカ軍が開発した戦車だけあって、対戦車戦闘では無頼の強さを発揮するぜ。1980年代に生産された初期型モデルである M1 エイブラムスは、当時からすでにアメリカの技術の粋を集めた代物だった。特に最たる特徴はガスタービンエンジンの存在だ。さっきのイスラエルの戦車はディーゼルエンジンだったわよね。戦車で一般的なのはディーゼルエンジンなんだよな。ガスタービンエンジンはより小型で高出力である一方、燃費が悪いという欠点も持ってたりするんだ。なるほど、馬力はあるけど継続性には劣るのね。長距離選手じゃなくて短距離選手ってとこかしら。まあそんなとこだ。そして実際こいつは絶大な威力を発揮した。1991年の湾岸戦争で投入された時には、ソ連製の T-72 など、敵戦車の性能を大幅に勝って圧倒。敵側の射程を上回る3000メートル以上の距離から砲撃することで、ほとんど自軍にダメージを受けることなく、敵軍を駆逐することに成功したんだぜ。射程範囲が敵を大きく上回ってるのはでかいわね。これは当時最先端だった射撃管制装置、そして超威力の飛砲、44口径120ミリ滑降砲のおかげだな。こいつがかなりエグい、秒速1200メートルもの速さで射出された劣化ウラン弾は、敵の車体に衝突するや数万気圧もの圧力を生じさせ、相手がどんな硬い装甲を持っていようが突破した後、戦車内部で跳ね回って車内の兵士を全滅させるという、恐るべき攻撃力を備えているぜ。ただ直進するだけじゃないのが凶悪すぎるわ。戦車内で砲弾が跳ね回るとかガチで地獄絵図ね。こうして大活躍を重ねてエイブラムスは、1999年に M1A2 エイブラムスとして大幅な改修を施された。最たる部分は最新機器と防御性能だ。赤外線カメラを搭載した熱線映像装置により、夜間の戦闘でも活用できるように、空気殺菌システムも搭載し、生物兵器や細菌兵器などにも耐性はバッチリだ。対戦車ミサイル用の迎撃システムももちろん完備したし、各部隊や車両とのネットワークシステムも搭載、敵車両やミサイルがどこにいるか、ネットワーク上で情報を瞬時に共有できるようになってるぜ。これはさっきのメルカバにも搭載されていたわね。索敵システムとしては、現代の最新戦車には必須のシステムってことなんでしょうね。さ、それでは3つ目の紹介だ。3つ目はドイツが開発した主力戦車、レオパルト2だぜ。お、ここでドイツも結構強い兵器を作る印象あるし、世界大戦とかでも超巨大列車砲とか作ってたしね。戦車の技術には優れている印象。霊夢のその印象にたがわず、ドイツのレオパルト2は現代を代表する戦車の一つだな。レオパルトの開発が進められたのは1965年頃だ。当時、世界を席巻していたのはソ連の戦車であり、アメリカがエイブラムスを開発していたように、ドイツも新型戦車の開発に尽力するようになったんだ。1971年にドイツ国防省からの正式な打診を経て、重機器メーカーのクラウス社が主導し、新型50トン級戦車の開発が進められることに、こうして1974年から運用開始されたのがレオパルト2だな。あれ ?1974? 結構古いモデルじゃありませんかね。現代においても最強と言えるの？ああ、現代においても最強の一角というか、元々の設計がかなりしっかりしていたようで、何度も改良を重ねて新しいバージョンに更新されてんだよな。特に最新型のレオパルト 2A6 で搭載された特徴として、主砲の55口径120ミリ滑降砲が挙げられるぜ。あれ？さっきのエイブラムスは44口径だったような。その通りだ。
レオパルトはさらにその一段上を行く55口径だ。この砲台は今のところドイツと韓国の戦車にしか採用されておらず、一方で韓国の戦車は今のところ故障が続いているため、最強の主砲を備えた唯一の戦車と言っても過言ではない。こいつはもちろん戦術の44口径よりも強力で、2km 先にある鋼の板 65cm を貫通するという威力を持つんだ。ひえ？波の戦車の走行だと耐えられなさそう。もちろん優れているのは主砲だけじゃない。もう一つの特徴として挙げられるのは複合走行だ。複合走行、レオパルト2の複合走行は高速セラミック式と呼ばれるもので、チタン合金をセラミックス板とグラスファイバー板で挟み込み、圧縮して作られているんだぜ。あんまりわかんないけど、とりあえずくっそ強そうな装甲ってことは伝わるわ。ああ、この装甲は対戦車ミサイルやロケットに対して、絶大な防御性能を発揮するぜ。重要なのはセラミックス部分で、対戦車ミサイルよりもセラミックスの方が強度が強いため、セラミックスが破れる前にミサイルが砕け散るんだ。この装甲は開発当時、ほぼ全ての戦車砲弾に対応できると言われたほど、圧倒的な防御性能を有していたぜ。おお、これはすごい。じゃあもうレオパルト2に勝てる戦車なんてないんじゃない？まあとは言っても完全無敵というわけではないぜ。そもそもこの複合装甲、戦車の主要部と前方部分のみしか搭載されていなかったんだ。後方とか側面は普通の装甲なんだぜ。え、なんで、全部つければいいじゃないの？全部複合装甲にすると重すぎるしな。あとは費用の問題もある。あ、そっか。攻撃力と防御力と機動性を全部両立させるのって、どの兵器においても難しい問題よね。ちなみに本当の最新モデルは、2021年9月5日に運用開始されたレオパルト 2A7V だ。こいつは最新型の名前にふさわしい技術が詰め込まれているぜ。従来型と比べて防御力、攻撃力、機動性すべて向上させている一方、新型の防御装甲は核兵器、生物兵器、細菌兵器など、凶悪な兵器からも身を守ることが可能になった。さらには最新型のネットワークシステムを導入したことにより、指揮系統をより正確かつ迅速に運用できるようになり、作戦の遂行能力を大きく向上させることに、この戦車は NATO 最高レベルの性能を持つと言われており、2023年までに104台運用開始になるようだ。NATO 最高レベル、これはまた期待が大きいわね。ドイツ軍の兵器開発力には脱帽だわ。さ、それでは4つ目の紹介だ。4つ目はイギリスのビッカース社が開発した主力戦車、チャレンジャー2だぜ。このモデルは2という名称がついている通り、チャレンジャー1の後継機にあたるものだ。チャレンジャーはアメリカの M1 エイブラムスや、ドイツのレオパルト2と並び、1980年代の西洋諸国の主力兵器として活躍した。そんなシリーズの一つになっているな。1980年代の運用開始ってことは、冷戦の時期を経て開発された新兵器の一つって感じね。アメリカとかドイツとも共通するけど、やっぱり同年代に同レベルの新兵器が揃っていくのね。当時は国際的な共同開発計画とか進んでいたし、新技術の情報交換なんかも結構進んでいたようだしな。まあだがどこの国も共同開発は難航を極めたようで、アメリカの M1 エイブラムスをはじめ、最終的にはどこも自国での開発に踏み切ってるけどな。イギリスのチャレンジャーもその一つだぜ。まあ、権利問題とか予算どっちから出すのとか、各国独自の技術とか、線引きするの面倒そうだもんね。しかももともとイギリス陸軍は保守的な思想で、新型戦車の開発には乗り気ではなかったんだ。1960年代当時、イギリスの主力戦車はチーフ10と呼ばれるものだったんだが、こいつは NATO 軍が誇る重戦車として世界の注目を集め、実際にイラン、イラク戦争などで大活躍したんだ。つまり、チーフ10は十分に強いし、別に新型なんて作る必要なくね。って感じだな。へぇ、当時はイギリスの戦車が世界最強だったのね。で、1970年代後半においても、チーフ10を軸にした改修計画が進められていたんだが、1978年に発生したイラン、イスラム革命の影響により、輸出用に計画していたチーフ10の開発計画が頓挫。今更チーフ10作ってもな、そんな風潮がイギリス陸軍の中に渦巻き、結果として新型戦車の開発計画に方針を変更していったんだ。別に必要に迫られてって感じじゃないのね。イギリス軍も開発力を持て余してたってところかしら。すでに世界最強のチーフ10を運用していたイギリスだしな。実際、新型戦車として、1983年頃より運用開始されたチャレンジャーは、世界各国の大きな期待を得ることになったぜ。特に最も注目を浴びた機構が、チャレンジャー独自の装甲、ジョバムアーマー、だ。ジョバムアーマー、なんか名前はそんなに強そうじゃないわね。いやいや、こいつは当時の世界全体を通してみても、最強の一角を担う防御性能を誇っているぜ。素材や構造などの詳細は軍事機密にあたり不明なんだが、
ハニカム構造のセラミックスを内部に挟んだような、複合装甲の一種と言われているぜ。実際、チャレンジャーが湾岸戦争に投入された際、敵ソ連軍の戦車である T55 の 100mm 砲が直撃した際にも、前面の塗装が剥がれる程度の傷しか負わなかったようだぜ。これはワロタ、リアルに、こんなのかすり傷だぜ、状態ね。塗装が剥がれただけだからかすり傷とも言い難いしな。この結果を見た NATO 軍兵士からの注目は厚く、彼らは表面上は自国の戦車が一番良いと言いながら、実戦では何に乗りたいか、と問われた際には、チャレンジャーと答える兵士が大多数を占めたようだ。それだけの防御性能を見せられちゃねえ。そりゃ兵士も命は守りたいわけですし、このように当時最高の評価を得ていたチャレンジャーの後継機が、チャレンジャー2ということだ。チャレンジャー2の開発が進められたのは1986年からだ。当時はすでにアメリカもドイツも最新型の戦車として、M1A2 エイブラムス、レオパルト2など、十分に高性能な戦車の開発に成功しており、イギリスはこれらの戦車の購入を検討するほどだったぜ。ただし結局自国で開発することが最善と判断した国防省は、1991年にビッカース社に発注を開始した。この結果、チャレンジャー2が誕生したということだ。チャレンジャー2は何が変更されたのかしら？回収されたのは主に3点、飛砲、暗視装置、そしてステルス性能だな。特に飛砲は55口径 120mm ライフル砲という最新型だ。これは今までに挙げた滑降砲と比べると、威力は多少落ちる一方、命中精度は高いという特徴がある。砲身内はクロミウム合金によって強硬度を保有しており、ジャイロ機構によって砲身の安定性も保たれているって感じだ。それどころか2021年5月、なんとイギリス国防省は、チャレンジャー3へのアップグレードを発表。1226億円もの費用をかけ、さらに強力な戦車の開発に乗り出すことになったぜ。1226億。一体どんなヤバい戦車ができるというのかしら。現段階で発表される情報によれば、飛砲のライフル砲を 120mm 滑降砲に変更し、より大出力のエンジン、最新型の強力冷却システム、サスペンションシステムも搭載し、暗視能力も装甲の防御力も向上させる予定とのことだ。まあつまりはほぼ全部ってことだな。これはまた大幅な改修になりそうね。戦車って前時代の兵器なんて言われがちだけど、まだ開発計画があるってことは用途としては十分にあるのね。チャレンジャーのバージョンアップにも期待大だわ。さ、それでは最後の5つ目の紹介だ。5つ目は1990年よりフランスで量産開始された戦車、ルクレールだぜ。ふおー、こいつはまたかっこいいわねー。迷彩柄でこのさ、戦車って感じの重厚感がたまんないわ。はぁはぁ、とうとう戦車にも禁断症状が出てきたな。ルクレールも世界最強の戦車の名にふさわしく、その車体に様々な最新技術を取り入れているぜ。最たる特徴はエンジンの機構だな。ルクレールのエンジンには極めて独創的な動力システムとして、ディーゼルとガスタービンの複合機関が搭載されているぜ。こいつは小型ながら高い出力機構を持ち、ディーゼルとガスタービンのいいところを、すべて詰め込んだような代物になっているぜ。ディーゼルとガスタービンの組み合わせなんてできるのね。エンジンで言えばこれが最高ってこと？まあ機能的には最高なんだが、逆に言えば機構が複雑すぎるがゆえ、前線で故障とかしたら修復することがほぼ不可能になるという、そういう欠点も抱えていたりはするんだよな。ここまで来るとどんなに最善の技術を駆使しても、何かしら欠点が現れてしまうのね。兵器開発ってのも難しいわねー。何にしても一長一短ってことだ。飛砲は52口径 120mm 滑降砲であり、他に紹介した戦車と比べても遜色はない。さらにルクレールの装甲はモジュラー装甲と呼ばれ、セラミックスを駆使した防弾鋼板になっているぜ。またセラミックスなのね。戦車の装甲では大体取り入れられている印象。金属より軽くて硬い素材だからな。もちろん最新型のデータリンクシステムを搭載しているので、敵や味方の位置情報など、戦闘に必要な最新情報をノータイムで収集することができる。このデータリンクシステムは、改良された M1A2 エイブラムスと同等の能力を有しているぜ。すでに挙げられた戦車たちに匹敵する能力ってことね。しかも2021年1月に発表されたフランスの軍事開発計画、プロジェクトスコーピオンによれば、新型装甲車の導入とともに、ルクレールもバージョンアップ化される予定になっている。新型として発表されたルクレール XLR は、対戦車ミサイルの防衛システムや、地雷の遠隔爆発を阻止するための電子システムも搭載。戦場での戦闘力だけではなく、ネットワーク機構にも大幅な改修がかかる予定とのことだぜ。まさかルクレールまでも、さっきのイギリスの戦車も最新型を開発するというし、もしかしたら世界各国でまた最新型の戦車が開発され、戦車の時代も次に進むのかもしれないわね。現代においては戦闘機や無人ドローンなどの開発により、戦車の運用は少しずつ減りつつはある。
だが、今までに紹介したように、新型戦車計画が施されていることからも、戦車はまた新たな時代に進んでいると言ってもいいだろう。今後の開発に期待ってところだな。さ、ということで、今回の動画は以上だぜ。ちなみに戦車の動画としては以前、ポンコツ戦車の動画を上げているぜ。これは今回上げた戦車とは違ってひどすぎて笑うしかない内容だが、興味のある方はぜひご視聴ください。今後もこのチャンネルでは銃とか戦艦、兵器を取り扱うので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。